マウティックグロ、マウティックカンファレンスグローバル2022日本語トラック、トラックリードを務めさせていただいています、カツです。今年も、マウティックカンファレンスグローバル、世界中のマウティックのコミュニティメンバーの人たちが会するオンラインイベント、日本語トラック、お送りしてます。それでは次のセッション参りたいと思います。タイトルはソーシャルログインとソーシャルモニタリングについて、寺岡さん、ウェブプラ合同会社の寺岡さん、よろしくお願いいたします。はい、ウェブプラの寺岡と申します。よろしくお願いします。この時間はですね、ソーシャルログインとソーシャルモニタリングということで、これの1個前の秋山さんのトラックの方でもですね、Twitter のプラグインについてお話しされていたので、多少被るところはあるんですけども、それの実際の実装の仕方であったりとか、こんな情報を取れて、こんな情報まではちょっと厳しいよみたいな、そんなような話ができればなと思っています。まず、ちょっともうちょっと簡単に自己紹介の方をさせていただきますと、私、ウェブプラ合同会社という会社で代表をさせていただいてます、寺岡と申します。今ですね、2019年からこの会社を設立しているんですけども、もうちょっと経歴遡ってお話をすると、2004年からデジタルマーケティングという業務の方に携わっておりまして、主には人材業界でですね、転職したい方々に、転職を支援するためのサービスに登録しませんかというような、会員登録を促すようなプロモーションであったりとか、そのためのリレーション作りとかっていうようなのをデジタル基盤として、マーケティングの方に従事をしてきております。また B2B とかに関してもですね、広告会社でウェブコンサルティング事業の方の立ち上げとかにも関わっておりまして、そういった形でいろんなお客様の、マーケティング活動の支援といった立場でも、活動の方をしてきておりましたと。で、独立以降ですね、デジタルマーケティングに関する、コンサルティングであったりとか、あと各種学校であったり法人研修といったところでの講師の方を務めさせていただいております。こんな感じでずっとマーケティング畑で、マーケッターとして活動をしてきてはいるんですけども、自分の個人的なスキル開発分野、興味高いところの分野として、まあ、DXP というふうに書いたんですが、まあ、昔ながらで言うとコンクリート5とかワードプレスとかも含めた、コンテンツ管理システムですね、CMS といったところに関心が高くありまして、自分でもいろいろと手を動かしながら、カスタマイズしたりとか、じゃあどういう機能があったらマーケティングに使えるのかとか、というような感じで、開発分野とマーケティング分野双方やってきた経験とかもあるので、まあそのあたりを今後も掘り下げていきたいなと思っていたりとか。あと実際、マイティックの日本語コミュニティに関しては、創立の時にちょっとお手伝いも一緒にさせてもらったりとかで、イベントに登壇したり、イベントの運営をしたりとかというところに携わらせていただいております。まあそんな流れもあって、去年と今年と2回、連続でですね、お声掛けいただきまして、非常に感謝をしておりまして、オープニングセッションでもちょっとお話ししたんですけども、バリバリこう開発であったりとか、プログラミングできなくても、マーケティングの現場とかでも、なんとかこう、いろんなツールであったりサービス、こういった DXP の、プラットフォームですね、の方を活用できるような仕組みの手助けみたいなところも僕もちょっと担わせていただけて嬉しいなと思って登壇しているようなところです。あと一応、ツイッターの方、法人のアカウントにはなってるんですけども、ウェブプラとしてアカウントもありますので、もし興味ある方いらっしゃったら、ぜひフォローいただければ、交流いただければ嬉しいなと思っております。で、今日のトークテーマですね、改めてですが、マーケティングオートメーションと、Twitter API というふうにちょっと絞って書いてあります。ソーシャルログインとソーシャルモニタリングというのが本来のテーマではあるんですけども、この後もちょっと細かく話をしていくと絞り込まれていくんですけども、主には Twitter の話となっています。マーケティングオートメーションの機能に関してですね、マーティックに限らずいろんなツールを僕も今まで何個か見てはいるんですけども、ソーシャルメディアの機能といったものは大体の MA ツール何らかついてるんじゃないかなというような印象を受けています。オプションも含めてですね。ただ実際にそれを活用している方っていうのはあまりこう、
少ないというか、あんまり話題にならないなという印象があって、キャンペーンの作り方であったりとか、シナリオどう作るとか、スコアリングどうするとか、やっぱり MA の基本的な機能といったところは、ある程度絞られてきていてですね、マウティックにも一応その標準でソーシャルメディア連携できる機能というものはあるんですけども、あまりこう、日本だけでなく海外を見ていても、そんなに多くの情報といったものが出てないなというのが正直なところです。で、まあそんなことも含めてですね、じゃあどうやって実装していって、どういう情報を取れて、どう使っていけばいいのみたいなところを、まあ記録として残す意味でもですね、これらの導入と活用について考える時間というふうにしていきたいなと考えています。で、こちらも秋山さんの先ほどのトラックから見られている方は、もうすでに何回か見ているような状態かと思います。ソーシャルメディアのプラグインというものがマウティックの方にも用意されていまして、で、一応ここからですね、僕の画面の方、ちょっと実際の画面と行き来しながら、スライドと画面の方をですね、行き来しながらちょっと見ていきたいなと思うんですが、こちら、今日の説明用に作った2、3日前に、作った、マウティックの画面ですね。こちらの、この右上の歯車、設定ボタンを押すと設定のメニューが出てきますと。で、こちらでプラグインというものが一番下にあって、そこをクリックするとバーッといっぱいたくさん出てくる。こちらも、先ほど秋山さんの方でもスクショが取られてましたね。で、一番初めに開いた方に関しては、全くアイコン出てない場合とかも多少あるんですけど、その場合は何らかこのプラグインのインストール、アップグレードっていうボタンを押してもらうと、必要な、プラグインが選べるだけの数は出てくるかなと。先ほど Twilio とかの話もありましたが、他にも Gmail であったりとか、あと、情報とかもあったりするのかな、HubSpot があったりとか、Salesforce とか、いろんなツールと連携できるようにはなっているんですけども、この中でソーシャルメディアに該当するものどれかなというので、カテゴリーでソーシャルメディアを選んでみました。そうするとこんな感じで5つ絞り込まれた状態。この Facebook、Foursquare、Instagram、LinkedIn、Twitter と絞り込まれている状態が先ほどのスライドのこちらの情報になりました。この5つが一応ソーシャルメディア関連で、連携ができる、API 連携ができるプラグインとなっていると。この中でもですね、ソーシャルログインに使われるものは決まっています。Facebook と LinkedIn と Twitter がソーシャルログインで使用ができるようになっています。かつ、ソーシャルモニタリングができるものに関しては Twitter のみになっているはずです。すいません。僕がもしかしたら勘違いしているかもなんですが、一応ソーシャルモニタリング指定できるのは Twitter のAPI を通じてのモニタリングというものになっています。まあ、この辺もあって、今日、ソーシャルモニタリングとソーシャルログインの話をしようとすると、どうしてもツイッターに絞られてしまうというのは、まあ、ここにはあったりもしますが、まあ、なので、ツイッターを中心にちょっとお話をしていきたいなと考えています。とはいえ、まあ、ソーシャルログインとソーシャルモニタリングでどんなことできるのかというのを、さらにもう一回ちょっとおさらいしておきましょう。ソーシャルログインですね。ツイッターとフェイスブックとインスタグラムじゃない、リンクトインで、使用することができます。どんなことできるか、API 接続をしてあげると、API 経由で氏名、名前ですね、とかハンドルネーム、ユーザーアカウント名とかも含めてですね。であと、地域とかメールアドレスといった情報を取得することができるようになります。そして取得した情報をですね、マウティックの対応するフィールドに格納することができます。もちろんカスタムフィールドで新しいフィールドを自分で作ってあげて、そちらの方に情報を入れるといったことも可能です。で、メールアドレスとか他の項目もなんですけども、そういったものを軸に取得したリードを追加したりとか、あと既存のリードに対して更新をかけるといったようなこともできます。お使いの皆さんはある程度想像つくかと思うんですけど、大体はメールアドレスを固定の軸として、固有の軸というのかな、として、リードの管理とかというものをするかと思うんですけども、どれを固定にするかといったものは、一応自分でカスタムフィールドで自由に、設定することができまして、もちろん Twitter のアカウント名、ですね。を軸としてリードをマージしていくといったことも可能とはなっております。
で、API 経由で氏名とかハンドルネームとか地域、メールアドレスといったものの情報が取れるよという話をしたんですけど、もうちょっと具体的にどれで何が取れるのかといったものは、もう、サポートサイトですかね、の方で、しっかりと書かれています。Twitter であれば、プロフィールハンドル、ネーム、ロケーション、デスクリプション、URL、タイムゾーン、ラングウェッジですね。あと、E メールとかっていう項目が取得できますよ。で、こちらの方ですね、もうこの、今 URL が書かれているんですけども、こちらのページになるんですが、サポートのサイトですね。こちら、ソーシャルログインというので、英語をまあ翻訳するなり、そのまま理解していってもらえれば、設置の仕方からどんな情報を取れるかも、ここのページとほぼほぼ完結するような情報は出てはいます。で、こちら下の方ですね、Twitter、Facebook、LinkedIn でこんな情報を取れるよとかっていうのが書かれているというような状態ですね。ソーシャルスペースログイン、スペースマウティックとかで検索していただければ、もう特にこのサイトが、このページがですね、ヒットしてきますので、こちらでもご確認いただけるかなと思っています。で、今赤字で書いているもの、Facebook にしろ、LinkedIn にしろ、メールアドレスが取得できるようになっていて、何らかボタンを、API 連携のボタンをユーザーが押してあげると、認証がかかって戻ってきたときにメールアドレスがメールアドレス欄に入力されているというような状況が作れるというような機能になります。もう一方ですね、ソーシャルモニタリングなんですけども、こちら API 経由をして特定のアカウントのメンション情報であったりとか、あとハッシュタグを投稿したアカウント、まあ、どういうアカウントなのかといった情報を取得することができるようになっています。あくまでアカウント情報でして、ハッシュタグを投稿した時の、そのハッシュタグを含んだ投稿が何だったかとかっていうのを、データベースの中に確か入れることまではちょっと厳しかったりします。で、もちろん、ユーザーの同意を取っていないので、メンション情報を、何らかメンション送ってくれたユーザーとか、ハッシュタグを使って投稿したユーザーとかのメールアドレスを取得しようとしても、そこまでは情報入ってこないです。あくまでアカウントの情報が連携できるというようなところで留まっているはずです。メールアドレス取るには何らか同意はちょっと必要になりますね、というところですね。まあ、こんな感じでソーシャルモニタリングができるようになっています。このあたりも後でちょっと画面見ながら、どうやって設定していくかを、説明したいなと思っています。で、実際にじゃあ実装するにはどうすればいいのかといったところで、ちょっと画面を行き来しなきゃいけないんですけども、こんな感じで、実装の方ができますよと。ソーシャルログインとソーシャルモニタリングのログインができますよというところを今からお話をしていきます。で、まずですね、どちらの機能を使うにしても、Twitter との、アプリを通した API 連携といったものが必要になります。ということは、アプリですね、Twitter アップの方を作成する必要がありまして、それはどこでできるかというと、Mautic の画面ではなくて、developer.twitter.com といったところで、開発プラットフォームの方に移動していただくと、そちらで作成していただく必要があります。でこちらの方を移動していただいてですね、まっさらな状態であれば、新しいアカウントを作っていくような感じで、サインアップっていう項目が右上の方に出てくるので、そこから必要な項目を入力して、Twitter のアップ、Twitter アプリを作ってくださいと。基本的には、この右側に出てるような名前であったりとか、何人使うのとか、そういった項目を指定していった後で、必要な項目を設定をしていく。API で何を取得して、どういうことをするのかといったところの条件付けをしていくというのは、後からでも変更が可能になっています。まずは質問項目に答えていっていただいて、アプリを作っていただくと。で、作成されたタイミングで API のキーですね。API キーとか API キーシークレットとか、まあ、ID とパスワードみたいなものが、認証情報として、渡されるので、こちらは、テキストファイルか何かに、コピーをしておいてくださいと。まずこうやってアプリの方を作成します。続いてですね、Mautic の、画面の方に戻ってきます。設定のプラグインに移動してもらった後で、
先ほどもちょっと見てもらった画面になるんですけど、そこからツイッターのアイコンを選択をして、先ほど、記録しておいた API キーと、API キーシークレットといったものを必要な情報として入力していただきます。実際ちょっと見てみると、まあ、こちらのプラグイン管理の画面ですね。ここでツイッターを押しますと。ちょっと本当は必要な情報が出てきて、出すの、ちょっとまずい情報でもあったりはするんですが、まあ、この道、今日のために作ったものなんで、数日後には消すので、まあ大丈夫でしょうと。開くとこんな形でですね、API キーを入れるためのクライアント ID という入力項目があります。ここに API キーを入れてもらいます。で、API キーシークレットというものがあったかと思うんですが、それはこのクライアントシークレットの方に入力をしていただいて、アプリの認証、本当はこれもう接続されているので、解除ってボタンに書かれているんですけども、ここがアプリの認証というボタンになっているはずなので、それをボタンをポチッと押してもらって、そうすると、行くかな。まあ、こんな感じでアクセス許可しますかみたいなのが出てくるので、そこでアプリの認証してもらうと、正常に接続さればこちらの画面にまた戻ってくると。で、そうするとですね、こちらのコンタクトのマッピングというものが、利用できるようになります。Twitter の方でいう E メールは、Mautic の方のフィールドでいうどこに入れるの？じゃあまた E メールに入れてねとか。で、URL ですね、ウェブサイトの URL、Twitter の方でも入れられることができるんですけども、この情報を取得したらどこに入れるのっていうので、じゃあウェブサイトに入れてねと。ハンドルネームは Twitter の、フィールドに入れてもらったり、タイムゾーンはそのままタイムゾーンとか。で、名前に関してはどこに入れるのっていうので、ファーストネーム、じゃあ入れといてとかっていうのをマッピングをしていく形ですね。で、この状態で保存して閉じてもらえば、連携は一通り、完了ということで、ちょっとアプリの設定はあるんですけども、プログラムのコードは一行も書かなくても、こちらの方は設定できるようになっています。こんな感じで、Twitter の項目と Mautic の項目をマッピングしていけば、連携は完了しますよということですね。で、これができれば、ソーシャルログインとソーシャルモニタリングの方は使えるようになるということですね。で、一点ですね、ちょっと新しいバージョンというか、去年の年末ぐらいから一個設定が必要になりまして、何かっていうと、OAS の、連携ですね、その認証のやり取りのルールがバージョン 1.0a から今バージョン 1.2、あ、ごめんなさい、バージョン 2.0、バージョン2かな、に、上がっています。で、ツイッターの方では、OAS の 1.0 の方を使っているので、こちらを選択する必要があります。developer.twitter.com の方に行ってもらって、このあたり、このオーソリケーションセッティングのところでエディットボタンを押すと見れるんですけども、こんな感じで 2.0 使えますか、1.0 使えますか。で、下見るとわかるんですが、1.0 の方だと API のバージョンの 1.1 と、バージョン2両方使う。OAS の 2.0 だと API バージョン2のオンリーになってます。で、Twitter は 1.1 を使っているので、こちらをオンにして、2.0 の方をオフにしてもらう。で、あと、ダイレクトメッセージのやり取りとかするようなアプリであれば、そのあたりも設定する必要は、パーミッションとしてはあるんですけど、基本読み取りだけで大丈夫なので、リードの方を設定してもらったりとか、あとコールバック URL を入れてもらったりとか、このコールバック URL は Mautic 側の方で指定されているので、それを入れてもらったり。っていうので、設定する必要がありますと。もう一個ですね、今の状態だけだと、認証をかけてもメールアドレス取得したりっていうことができなくなりました。前はなんかそのままでも確かできたはずなんですが、何しなきゃいけないかっていうと、結局、1.1 か、API の 1.1 を使おうと思うと、新しくアプリを作った時っていうのが、エッセンシャルアクセスと言われる一番、ミニマムな状態の、まあ、バージョンみたいな。ランクというか、ものになっているんですが、こちらだと 2.0 でのやり取りしか確かできないのかな。で、1.0 も両方使いたいっていうんであれば、このエレベーテッドアクセスという、ランクの方に上げてもらう必要があります。取得できる、
1ヶ月で取得できるツイート数とかも上がったりはするんですけども、それよりも 1.0 も一緒に使えるというのは、このエレベーテッドアクセスという方のものになるので、こちらをツイッターの管理画面上から、このデベロッパー .twitter.com の方から申請を出してですね、エレベーテッドを使えるようにしてください。で、審査に半日ぐらいかかったりとか、場合によってちょっと審査通らない場合もあるらしくって、で、今、審査通らなかった場合でも再申請できる準備とかっていうのはしてるよみたいなのは、ツイッターのドキュメントの方にも上がっていたので、一応、まあ、できるんじゃないかなとは思います。で、僕も特に引っかからずに半日ぐらいで通過することができたので、こちらの方を設定してあげれば、無事、ソーシャルログインでメールアドレスとかも、取得できるようになると。ここがちょっと一個ポイントにはなってますね、今の現在は。で、これが終わった後にですね、やっとソーシャルログインの方の、起動が使えるようになると。実際の作り方なんですけども、結局はフォームを作ります。普通に、なんだろう、資料ダウンロードとかするときにメールアドレス取得して、で、メールアドレス入力をしてもらって送信ボタンを押したら、まあ、メールにそのダウンロード URL が書かれていたりとか、もしくはダウンロードができる画面に遷移したりとかっていうような動き、挙動の設定をするかと思うんですが、同じことをしてあげます。フォームの作る場合は、コンポーネントのフォームというところに行ってもらうので、まあ、そこを移動してもらって、メールアドレスの入力欄と合わせて、ソーシャルログインを設置したフォームというものを作りましょうと。ちょっとやってみます。プラグインの方に行ってですね、ちょっとアクセスが重くなっているので、通信というか、配信しながらだと、ちょっと重くなっちゃうんですが、いかないか。あ、ちょっと難しいかもですね。ちょっと画面が、出ないかもしれません。僕の方だけかもしれないんですが、一旦ちょっとフォームの実装をそのまま画面を映してしまうと重そうなので、スライドの方でお話をしていきます。コンポーネントというメニューから、フォームを選択をして、今、図の方が出てるかと思いますけども、普段であればこのメールアドレスと送信ボタンがあれば基本的には機能しますね。でそれと合わせてですね、新しいフィールドの追加のところで、ソーシャルログインという項目を選択できるようになっているので、そちらの方を選択をして設置をします。今この図で言うと、ツイッターから入力と書かれているものが、このソーシャルログインのボタンになっています。で、こちら、ソーシャル連携ができているものであれば、そのアイコンが表示されます。逆に言うと、連携されてないものはアイコン出ないようになっています。今僕の方ではツイッターだけ、連携しているので、ツイッターのアカウント、アイコンだけ表示されているんですけども、もし Facebook であったり、LinkedIn といったものも連携していれば、そのアイコンが出るようになっています。で、こちらプレビューでも大丈夫なので、実際に挙動として見てもらった、見たときに、ツイッターのこのボタンをポチッと押すと、さっきのような認証の画面の方に行って、承認するみたいなボタンをポチッと押すと戻ってきて、このメールアドレス欄にメールアドレスが入力されている状態になるというような形ですね。で、それ以外にもいろんな項目、取得できますよという話をしたと思います。URL であったりとか、あとアカウント名、ハンドルネームとかですね、そういったものも取得できるようになっていて、そういったものも一応フィールドの名前を揃えてもらえれば、そちらのフィールドに入力されるようになってもいますし、もう一個ですね、非表示フィールドみたいな名前のものがありまして、ユーザーには表示されないんですが、送信される項目としては取得、その項目の中に、フィールドの中に情報が挿入された状態で送信されるよというような挙動も可能です。なので、画面上では、こちらも今そうなんですけども、画面上ではメールアドレスの入力欄と、まあ、名前だったりツイッターのソーシャルログインのボタンだけ見えている状態になっているんですけども、もしこのツイッターから入力っていうボタンを押してもらって、認証の上でフィールドに情報が追加されて、情報送信した場合ですね、ツイッターのハンドルネームはこのツイッターという
フィールドに挿入された状態で、非表示のフィールドの状態で送信することも一応機能としては可能となっています。まあ、でユーザーの入力ストレスを軽減させるというところとか、嫌がられないようにとかっていうので非表示にするっていう考え方もまあなくはないんですけども、基本的に同意取ってない情報に関して勝手に取ってどうのっていうのは方が一番怖いので、そのあたりは、プライバシーポリシーであったりとか、利用規約に沿って、判断をしていけばよいかなというところかと思います。ですね。はい。で、続いてですね、ソーシャルモニタリングになるんですけども、こちらも本当はちょっと画面をお見せしたかったんですが、ちょっと重たくなってしまうので、スライドでお話をしていきます。こちらは、キャンペーンという段位分類のメニューの方から、作成できます。キャンペーンのソーシャルモニタリングの方に移動してもらって、できる項目、すごくシンプルです。ここの図にあるんですけども、モニタリングメソッド、方法どうしますかっていうので、ツイッターのメンション、指定した、アカウントにメンションを送ったアカウントの情報を取得してくる。もしくは、ツイッターのハッシュタグ、指定したハッシュタグ名のもので投稿した人の情報を取ってくるということをやります。で、これをやった上で、クローン設定というか、ここの下の赤字で書いてある、バッチみたいなものを走らせてもらうと、API 連携、API を通じてこれらの情報を取得して、どん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 こうリードとして追加していくような設定になっているという状態ですね。こちらの方、手動でこのバッジを動かすこともあるんですが、まあ、基本的にはクローン設定で希望の時間の間隔で10分おきとか15分おきとかいうような形で、モニタリング項目を自動で取得してくることがほとんどかなというので、まあ、クローン設定ここでも必須になりますねというような感じですね。これで、取得できるようになっています。ただ、繰り返しになるんですけども、ハッシュタグを使った投稿をしたユーザーのその投稿を特定するとかっていうのは確かできないはずで、あくまでその投稿した人のアカウント情報だけを取得してくる。もしくはメンションしたとして、メンション情報が取れるかっていうと、そうではなくて、メンションした人のアカウント情報が取れるというところで、とどまっているものだという認識で良いかと思います。最後ですね、じゃあ、意味があるのかないのかっていう議論がちょっとやっぱりあってですね、僕もいろいろとこのあたり情報を調べてたりしてまして、で日本に限らず海外でも、ソーシャルメディアのこのソーシャルモニタリングであったりとか、まあ、ソーシャルログインに関しては機能面としてすごく便利なものなので、使ってる人もある程度いらっしゃるんじゃないかなとか思うんですが、ソーシャルモニタリングに関して、その、なんだろう、投稿内容とかまで特定するような情報を格納できるかというと、そこまでではなかったりするので、機能として、そんなに魅力的なものじゃないんじゃないのみたいなことを、フォーラムとかで、海外の方が言われてたりとか、これ何のためにあるんですかみたいなのを質問されてる方とかもいらっしゃったりも、実際に目にしています。投稿内容まで取得できないとなると、やっぱりリスニングまではいかないので、そういった時にはやっぱり他のちゃんとした専用のツールが必要になるんじゃないのかなとか。あと、SNS を使っている時のメールアドレスといったものが、業務で使っているものと一緒のことってほぼあんまりないと思うので、別ユーザーとなるのがどうのこうのっていう話もあったりはするんですけども、逆に言うとですね、会社の中で使っていてもメールアドレスを入力して何らか資料ダウンロードしようとしたときに個人のアカウントのメールアドレスを使ってダウンロードするっていうことはまあ僕が見る限り結構よくあるなと思っています。で、じゃあ個人のアカウントだからいらないリードかっていうとそんなことはないと思っていて業務上必要なものを個人のアカウントを使って情報収集しようとする方はいらっしゃいますし、まあどちらかというと
会社のアドレスがバレたくないので、個人のアドレスで収集してますみたいな方もいらっしゃったりするかもしれませんし、その後、その人たちにある程度何らかメールで、キャンペーンだったり、イベント情報みたいなのを送って、アクションがないかというと、そういうことでもなかったりはするので、まあ、無駄か無駄がないかっていうのは、ちょっとあんまりそこで話はできないかなと思っています。で、去年ちょっと僕が話した内容にも通じていくんですけども、ジオロケーションサービスみたいな、IP ジオロケーションサービスか、みたいなものを使ってですね、個人のメールアドレスを入力しているんですけど、接続している IP からして、この人はこの会社に所属している人だよとかっていう情報を連携していくと、また全然話も変わってきますし、そういった人たちに対してソーシャルログインで個人のアカウントのメールアドレスが入ってきたとしても、まあ、特に無駄なものではなくて、あとはどういった人がどういうニーズで、その資料をダウンロードしたりとか、コンタクトを取ってきたりとかっていうのを踏まえて、どうキャンペーンに活かしていくかとか、自分たちの行動をどう見直すかっていったところの情報には使えると思っているので、まあ、そういった個人のアカウント と、同じ人が別々のメールアドレスを使って複数のリードになってしまっていたとして、それを特に、マージをしなくても、こういった機能をうまく使いながら、SNS の情報とかも取得して、その人のセグメントをですね、うまく切りながら、リードとして活用していくっていうのは必要なんじゃないかなと、大切なんじゃないかなというふうに僕の方では思っています。ということで、ちょっと簡単な感じにはなってしまったんですが、ソーシャルログインと、ソーシャルモニタリングの機能ということで、そのできるできないの話であったり、どういう手順でやるかとかといったところをちょっとお話をしてきましたということで、僕からの、発表は以上となります、お聞きくださってありがとうございました。はい、寺岡さんありがとうございました。それではですね、寺岡さんに Q&A いらっしゃる方はですね、6時20分、まあ、ちょっと遅れてるんですけれども、6時20分から予定している日本語トラック Q&A セッションの方で改めて質問をしたいと思います。よろしくお願いします。それでは次なんですけれども、ちょっと、私のセッション、次行きたいと思います。今、5時2分なので、5時5分頃から行いたいと思います。私よりですね、 Mautic 2.x バージョン2、バージョン2からバージョン4までのアップデートの道のりをお送りしたいと思います。それでは寺岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼いたします。